ティングネットワークリングス、久しぶりの大阪は小雨パラパラ曇り空、しかし今夜の熱戦が全てをパッと晴らしてくれるでしょう。さあそれでは早速放送席からご紹介してまいりましょう。放送席まずゴング格闘技編集長されています久保久保秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、いつも見えます、田中翔吾さんはご本人の都合によりまして今日は来られませんので2人でお伝えしていくことになります。さあまずですね、一番新しいランキングからご紹介してまいりましょう。1位ボルクハン、2位前田明、3位ハンス・ナイマン、4位山本義久、5位がクリス・ドールマン、6位ディック・フライ、7位ウィリー・ウィリアムス、8位トニー・ホーム、9位がビターゼ・タリエルで、10位がニコライ・ズーベフと続いています。さあそれでは今日のですね見どころを伺ってまいりたいと思うんですが、まず一番ホットな話題ですね、山本義久選手、去る4月の20日ですね、バーリトゥードジャパンオープンに出場しまして、あのヒクソン・グレイシーと戦いまして惜しくも敗れてしまいました。これを取材されました久保久保さん、どういう試合でしたか。もちろんエキサイティングな試合でですね、第2ラウンドにですね山本選手がフロントフェイスロックでですねヒクソン選手を決めたんですけども、これはもう最大のチャンスだったんですけども、惜しくも外れてしまいまして、結果的にはそのスリッパーホールドでですね、落とされてしまったんですけども、大健闘ですね本当に、もう武道館が最も沸いた試合でしたね、本人どう言ってますか。もうですね、これでもう肌を合わせたので、ヒクソンの壁が見えたと、もうぜひもう一回チャンスをもらってですね、戦いたいと言ってましたね、ぜひね頑張ってほしいと思いますが、残念ながらその試合で実は山本選手右眼下下壁、つまりこの右のこの辺の骨だと思いますが骨折してしまいました。したがって今日のですねドールマンとの一戦は欠場です。代わりましてオランダのヨープ・カステルが出てまいります。そのドールマンの引退試合ということなんですが、その辺の話題、どの辺が見どころになりますかね。そうですね、やはりハスレンジの選手なんで、わからないんですけども、ドールマン選手ですね、これまでリングスをですね、前田選手と一緒に引っ張ってきまして、これが最後本当に最後の試合になってしまうということで、ちょっと寂しい感じもしますけども。本当にそうですね、そしてその前田明選手はビターゼ・タリエルと対戦、これも見どころを伺っておきましょう。タリエルはですね今回の1ヶ月間日本滞在しまして、リングス道場および極真会館のですね総本部でみっちり練習を積んできましたから、今回打撃が特に怖いんじゃないですか。そうですね、さあそれでは全7試合あります。追いかけてまいりましょう。ただいまより第1試合を行います。赤コーナーより坂田渡辺選手の入場です。VTR を見ました。別人のようでした。思うように動けない自分が歯がゆい。今日は勝ち負けを考えず自分の色を出せるように頑張ります。リングスジャパン坂田渉。青コーナーより大阪剛選手の入場です。試合の時はまだ自分がよく分からなかった。だけどこの短い間でプライベートながらいろいろなことがあった。自分の戦う姿勢が分かったんです。心と体が一致した感じです。
前回よりいい試合ができると思います。高坂剛。第1試合30分に一本勝負を行います。赤コーナー174センチ88キログラム、レディースジャパン坂田渡辺。青コーナー181センチ97キログラム、レディースジャパン高坂剛。さあ大阪での第1試合、坂田渡、そして高坂剛、この若い2人が激突します。そしてこのレフリーは藤原組の島田裕二さんです。さあ2人ががっちりと握手を交わしました。ゴンが鳴りました。試合開始です。黄色のコスチューム坂田渡、そして紫、青と申し上げておきましょう、高坂剛。前回よりも坂田も積極的ですね。はい、もう序盤からバックを取りました。高坂剛腕を取っているんですが、下から坂田渡、お互いに首を取り合っています。前回先ほども言いましたように95年1月、今年なんですが武道館で、はい、2人が対戦しまして21分56秒という長い試合をしました。そうですね、ネックロックで高坂が勝ちましたが、あれから2人がやはり新人のうちですがどんどん成長していると思います。そうですね、やはりもう目に見えてます日に成長していると思うんですよ。はい、ショーテすごい音がしました。坂田選手、はい、ショーテ得意ですからね。スモールパッケージのような形になりましたがちょっと違います。上になりました。坂田が上です。熊久保さんはこの試合どういうところを期待しますか。そうですね、前回の試合はですね、ちょっと後半になってからですね、はい、ちょっと膠着状態になったというか、ちょっとプロとしてですね、はい、ちょっとあまり見せられるような試合じゃなかったと思うんですよ、正直言って。でも今回は多分2人とも前回の反省点があると思うんで、はい、より積極的にですね、攻めようという気分あると思うんですよ、はい、序盤の動きを見ても。黄色の坂田の方なんですが、VTR 見るとまるで自分ではないような戦い方をしている、こういうふうに戦ってたんだなと、それがすごく歯がゆいと言ってるんですけどね、はい、最初のうちっていうのはそういうのもまあまああることですよね。そうですね、はい、その反省点をですね、次の試合につなげていけばいいわけですから、はいはい。前回グラウンドコントロールでですね、常に高坂選手が勝ったと思うんですけど、はいはい、今回は坂田選手もやりますね。今お互いにまた首を取り合うような形になっています。上になっているのは坂田なんですが、こちらは1月に高坂に敗れ、そして3月有明では先輩の成瀬に敗れています。成瀬戦というのはプロの厳しさを教わったというような感じでしょうね。そうですね、もう本当に成瀬選手に、ヘビになられたカエルというか、そんな感じでしたよね。今足首を取ろうと一瞬そういう対戦になったんですが、高坂剛、坂田もその辺は十分承知しています。坂田の方が逆に相手の右足を取ろうという体勢、いや左を取ってるのか、ちょっと難しい体勢ですよ、はい、まだどちらも決まってはいません。坂田本当落ち着いてますよね、とても新人のうちの試合とは思えません、はい。年齢は高坂、この紫、こちらがですね24歳、坂田の方が22歳です。しかし、わずかに道場入門したのは坂田のが上ということで、その辺はね、はい、坂田の先輩ということになるんですが、タックルに来ました。これを潰した高坂です。読んでましたね。さあ足を取ってうまい具合に上になりました高坂剛。プライベートな出来事がこの短い間にあって、自分は精神的にかなり成長したと言っているんですが、後輩である大学時代も柔道で鳴らした高坂なんですが、その後輩である他団体の練習生が亡くなったということがね、随分自分を成長させたと、いろんなことを考えたという話をしてくれました。自分はこうやって戦えるだけいいんだと、何か吹っ切れたような感じでもあると言っています。
そういったものは精神的な支えにもなるでしょうね。そうでしょうね。さあ改めてファイトをかけました島田レフリーです。勘抜きのようなスープレックス、ちょっと崩れました。高坂剛、あの坂田選手どちらかというと打撃好きな方なんですけど、まあ、今回結構自分から積極的にグラウンド入ってきますね。そうですね、はい、組み付いてきますね、お互いにどんどん展開していきます。やはり前回とはちょっと趣が違うのが分かります。そうですね、振り固めか、いやほどきました坂田渡る。うん、こういうことでやっぱり高坂選手その柔道仕込みのですね、まあ、あのグランドコントロールなんでうまいですね、はい、そうですね。これブレイクです。若手対決リマッチ再戦ということになります。今年の1月武道館以来高坂がネックロックで勝っております。それ以来の対戦。おっと小手からロー平持ってた。これはブロック。今入りましたね、はい、崩れ落ちるような形になっていますがこれはダウンではありません。さあひっくり返してこの辺は腕をがっちりとロックさせてディフェンスに回っています坂田。キビキビしたいい試合になっています。足首を決めに来ました坂田です。坂田が今足首、高坂の足首を取っています。逆にクロスヒールホールド坂田選手、いい声ですね。あ、抜けましたね。抜けました。5分がすでに経過した。腕自由体じゃなんといいポジションでした。坂田にとってはラッキー。早かったですね、今仕掛けは、はい、早かったですね。まあ腕主義と言いますね、柔道殺法あるいはサーブですけどもね、はい、その辺は得意でしょう。おそらくこの高坂ちょっと坂田の目つきが変わりました。右の正体を突き上げていった。正体合戦打撃できましたね。右のクロスが入ったか坂田。やはり体格で勝ります高坂が今潰すような形になりましたが、高坂が今日の計量では97キロ、下になっている坂田が88キロですから2人の差は9キロということになります。上背もかなり違いますからね。そうですね、高坂選手はもうでもどんどん痛いところになってます ね、はい、腕絡みですね。上になっている高坂、おっとこれももう一度ディフェンス坂田。今度は相手の首そして腕を回すようにしてがっちりと自分の両手をブロックします。膝十字のような形になりましたがこれは立ち上がって防ぎます坂田です。ヒール狙いですね、坂田選手は。6分の半です。6分の半です。やはりこれまで坂田はこれが6戦目それから高坂が4戦目ということになるんですが、随分こなれた展開がスムーズになりましたね、そうですね、またその通りですね、まあ、静かな展開なんですけども、見てて本当に厳しい気持ちいいですよね。まあ基本をしっかり教わったというような感じで両者が動いています。2人が2人とも足首になってますね、これおっと今足首を曲げた坂田が仕掛けた先に決まりかかりました。さあ今度はねじるようにして返します。これはブレイクです。随分展開がいいなという風な印象なんですけども、はい、そういえばロシアのヒョードルフコーチが4月から、ね、前田道場に来て、そうですね、しごいてるらしいですね、はい、山本選手のですね、バリトゥードって言いますか、はい、真似で書かれたわけなんですけども、永井選手なんかですね、はい、おっとした、ちょっとおっと足に来てるか大阪今入ってます、ね、バランス崩しました。首投げ、おっとや今のど輪でプレスに行きました大阪です。この辺は力がなせる技でしょうか。そのヒョードルフコーチがやはり誰もが強いと、はい、そうですね、認めるぐらいその三本コマンド三本あらゆるものを操るという話ですけどね、はい、ロシアの壊し屋って言われてるらしいですからね、永井選手なんかですね、今まで寝技の部分ですね、出会った格闘家の中でナンバーワンになってましたからね、随分裏の部分も知ってるらしいです、ね、そうですね、はい、対戦した相手は必ず怪我させてしまった。無理はしません。坂田のロストポイントが加算されていきます。あっと坂田ちょっとカリカリいってますね、ちょっと今ハイな精神状態に持っていっているか。首投げに行こうという坂田、いや足を取りに行った。首狙いはフェイントでしたか。先ほどから見てると、はい、高坂選手は相手の技を潰すのが上手いですね、
それで相手を潰してという体勢ですね。はい、高坂は毎回、ご紹介していますが、中学から柔道を始めています。まあ、草津中学という中学校、この時3年生の時に滋賀県代表として全国大会にも出て強者です、高坂。その後奈良は西京高校キャプテン、そして専修大学でも柔道で鳴らしました。さあ後ろを取った、グラウンドの展開に引きずり込みました高坂剛。ここまではやはり先ほどから言っているように高坂が随分そうですね押しているような感じが受けますが、どうでしょうか。はい、まずその通りですね、グラウンドやはりあの上手いですね、高坂選手は。はい、柔道仕込みのやっぱあの相手の技を潰すの上手いですよね。坂田選手ちょっとカリカリしてるというか、9分39秒、アムロックで高坂剛選手の勝ちでございます。肘関節が、まあ、逆の方向に、ね、はい、伸びたような感じになりました。いや、あの柔道のですね、やっぱ腕技やってるということで、はい、あのグラウンドの差がちょっと 出ましたね、9分39秒アームロック。これでこの若い2人同士の戦いは高坂の2連勝という形になりました。まあ、坂田選手多分意識したと思うんですけど、やはりグラウンドで勝負しようっていうのを意識したと思うんですよ。ただやはりあの自分のですね、あの得意である、はい、あのスタンドの打撃ですね、はい、こちらでやはりあの攻めるべきだったんじゃないかっていう感じがしますね。なるほどね。はい、もっともっと負けた坂田はいろいろな経験をしたいんですと、外国人とも戦いたいし、また高坂ともいっぱい戦いたい、その上で大きくなっていきたいと言っています。一方高坂、これをきっかけに吹っ切れてどんどん伸びていくか。前回の試合に比べてですね、やはりあの2人の成長ぶりを、ね、そうですね、すごい見せた、かなりレベルはアップしています。いい試合を第1試合で見せてくれました新人2人。前回のやっぱり打撃もろくらってたんで、来たらうまくかわしてグラウンド持ち込むっていうのが自分なりに考えた策だったんですけど、当たってくれたんでよかったです。あんまり勝ち負けこだわらずに、今日はとにかく今までちょっと自分自身のファイトとか全然不甲斐なかったんで、それでちょっとでも自分の色は出せればいいかなみたいな感じで思ったんですけど、そうですね、まあ自分じゃちょっと分かんないですけど、それはもう見てる人が感じ取ってほしいです。
試合30分一本勝負を行います。赤コーナー187cm 92.5kg レイスジャパン永井光也。青コーナー180cm 94.2kg レイスオランダウェリー・ピーターズ。さあ第2試合です。ウィリー・ピーターズ対永井光也の一戦です。この2人は92年の7月、場所も同じここ大阪府立体育会館で対戦しています。その時は5ラウンドラウンド制だったんですが、5ラウンド戦って判定で、ピーターズが勝ちを収めました。2年9ヶ月ぶりになりますか、ね、間が空きました。さあ、はい、キックを出していきます。今度は膝、ピーターズが膝の返し、これはブロックしている。クロスアームブロック、はい、引く、ロンボチャーが入った。タイム1、2、ダウンです。ちょっと意表を突かれましたね。最初からあんなに仕掛けてくると思わなかったんですよね、はい。ダメージはどうでしょう。立ち上がった時の表情は、おっと、以前のピーターズのあの引っこ抜くような、はい、豪快なスープレックスが今見られました、まあ、ダメージに関してはまだ序盤ですからね。そうでしょうね。それ、まあ、まだ回復しそうでしょう、長井はあのダメージと言いますと左足首、練習スパーリングでちょっと靭帯を痛めたと言っていましたけども、がっちりとテーピングしてこの試合に臨んでいます、はい。ちょっと怪我続きますね。そうですね、まあ、前回は肋軟骨を折ってましたからね、はい、日本も、まあ、あれに比べたら随分マシですよと本人は言ってましたが、はい、確かに辛いものを乗り越えてきたら多少の、ね、辛さというのは何でもなくなるでしょう。そうですね。さあ、そしてその永井光也は、5月の13日に酒井香織さんと結婚式を挙げます。式を挙げます、まあ、そのことがそのファイトにつながると思われては嫌なんですよ。そのことによってそのよく守りに、ね、入ったなとか、はい、言われるものなんですけども、そういうのは嫌ですねと、はい。まあ、あの苦闘がですね、まあ、結婚するとあの二通りありまして、はい、その守りに入っちゃったりと、はい、まあ、もう一タイプはあの精神的に充実して、うね、もう強くなるというタイプがいますからね、後者だってほしいですよね。そうですね、はい、本人も前者には ならないというようなコメントをいただきました。と膝、これをブロックしています。このブロック、今度は肘が、いや、肘とちょうど手首の間があたりです。ウィリーピーターズ、ですからね、ボディ、はい、すごい苦痛の表情はウリピーターズ。2人の差はほとんど一緒、 1.7 キロのウエイトの違いです。足を取りに行きました永井光也。前回の雪辱、まあ随分時は経っていますが、それを晴らすことができるか永井光也です。大阪府立体育会館沸き返りました。ピーターズのカウンターの焦点になってますね。あーはい、ハイキック、おっとっと、危ない危ない、スピンして持っていきました。ダウン、ダウン、ダウンです。ツー、ハイキック、そして焦点、おっと、目が入ったか、まあ、目ですね。シー、セン、エイ、ギリギリまでカウントを使いました永井光也。まだ随分と平常心を保っている証拠です。速いキック、おっと、左カウンターになりました。焦点、そしてストマットのような形、これは食い止めています。ブロックしました。今日のピーターズ元気やっていいですね。そうですね、はい、まあ、相手永井はよく知ってると、ノープロブレムだと試合前に言っていましたウィリー・ピーターズ、まあ、前回あたりから少し練習不足というのもちょっと言っていましたが、この動きを見るとなかなかよく感じます。焦点でラッシュをかけましたピーターズ。ピーターズはですね、ストレートで焦点出るんですよね。あれがいいですね、はい、まっすぐ伸びるんですよね。あれが意外とこのガードのですね、はい、あの隙間を抜いて入るんですよね。首でガーッと強引抜きましたね、いや後ろ取った、いいチャンスだ。スリーパーに入るか、これをガッチリと自分の腕で顎を押さえ込んでいますウィリー・ピーターズ。あーっと抜けるか、と
フェイスロックチャンスですね。フェイスロックです。締め上げます。ガッチリとつぼに入ってた。さあ締め上げていく。スリーパーに移行できるか。長井光也、さあ同時めエスケープです。早めにいいチャンスでしたけどね、まあ、長井選手両足でですね、はい、相手のボディを締めてからのが良かったと思いますね。あ、そうですか。はい、攻めてからの方が。んと首を取られた。危ないぞ、膝が危ないぞ。右スイング気味に回していきました。翔平ウリキーパス。これは空振りだ。この辺は仕掛けていきません。ウリーピータース。やはりグランドよりも立ち技スタンドレッドがあるんですよね。最近のピータースはほとんど立ち技を好んでいます。これを巻き込んで、やはりあるいは膝決めたいところだったんですが、うまくロープをつかみました。これでウリー・ピータース2ダウンになっています。おー、アイヒク、おっと大丈夫か。首がガクンガクンと動きましたが、ボディブロー、強烈なボディ、そしてフローで右のコンビネーションを見せます。思った通りの展開だったからですね、これは、長井にしては珍しいアピールを見せてくれました。5分34秒フロントレックロック。長井光也、ウィリー・ピータースを下しまして雪辱を果たしました。これで、いい形でね、挙式を挙げることができますね。そうですね、本当に、まあ、独身時代最後の試合を勝利で飾りましたね。キレがあって、しかしいい試合でしたね。今のことですね、長井選手、本当いいですね。今、すごい波乗ってると思いますよ。そうですね、はい、前回山本を破り、そして今回はこの大阪でウィリー・ピータースに見事雪辱を期しました。いや、これは嬉しそうです。これからが楽しみですね。ね、もう今の本当思った通りの試合でしたって感じなんですよね。はい、吠えてドレッシングルームに帰っていきました。長井光也です。まあ、ラッシュで絶対来るなと思ったんですけど、じゃあ、まあ、来てで、まあ、もう危ないところじゃなかったんですけど、結構もらってたし、でロープ背にしちゃってたから、まあ、感覚的にはもうエスケープと一緒で、ここでもっと数もらってダメージを貯めちゃうんだったら、それでダウンして、その場を一回、その流れを終わらせて、次に行こうかなって。やっぱり今年は、まあ、勝負の年っていうか、やっぱりもう僕も今年はある程度結果、まあいい試合はね、もちろんそうだし、だからといってなんか気負ってことはないんですけど、やっぱり、リングスにランキングだとか、そういう順位をつけられるものがあるんで、やっぱり今年からっていうか、やっぱりある程度そういうものでもどうしても評価されちゃうんで、そういうものも気にしてってやっていきたいと思います。
信して第一線を引けるいい内容の試合ができるか、しなければならないのだ。そうだ、ビッグフライなのだ。さあ第3試合です。この試合はレフリーは北澤元幸さんです。ディックフライ対トドール・トドロフ。いやしかし大阪でフライの人気というのはかなりやっぱり、まあ、どこでもそうなんですがありますね。そうですね、やはりまあ、フライの場合一番危険なところ、大阪で見せますからね。そうですね、はい、まあ、そういうのもあるんでしょうね、はい、さあ今ゴンが鳴りました。この試合はどの辺がポイントになりそうですか。そうですね、やはり打撃対寝技の、まあ、対局同士の戦いですね、ですからフライがですね、はい、寝技に持ち込まずにどうやって倒していくかと、はい、まあ、ハイキックになってますけども、まあ、トドルとしては1タックルに入ってグラウンドに引き込むということですね、はい、まあ、おっとタックルに行きました。これは承知しています。ディックフライ、まあ、当然相手はグラウンドの展開に持ってくるだろうから、その前に自分の得意なキックあるいはパンチで試合をうまい具合に決めていきたいというんですが、特に今日はハイキックでちょっといこうかなという。そうですね、ですね、序盤からも何発か出してますね、というのもちょっと前回も言いましたが、右の親指の付け根がまだちょっと痛いらしいですね。その辺もあって、その特にキックの方を強調しているようなんですが、おっと足を払うような形になりました。いいですね。トドール・トドルフも髪の毛が随分伸びましてね、いい音ですね。さあタックル、なかなか武将品も蓄えまして荒々しさを強調します。まあ、ハイキックはですね、まあ、決まれば強烈なんですけども、ただ決まらなかった場合はですね、非常に体が不安定な体勢になってますから、はっきり言って不利な技でもあるんですよ。どううまく決めるかですね。おーっと、はい、今顎に入りましたよ。大丈夫ですね、うまかったですね。日本へは1年ぶりです。ブルガリアのトドロフ、ブルガリアの技師と呼ばれています。今日の計量98キロ、トドロフフライが109キロですから11キロの差があります。とこれまでディックフライは、まあ、前回前田明にやられてるんですけれども、はい、連敗というのがフライないんですよね。あ、なるほど。まあ、ここまで10敗してるんですけども、はい、まあ、いずれも強豪なんですけどもね、連敗というのは決してないんですよ。それはムラがないというか、すごい安定したところですよね、非常に。大谷引き上げた、キックのコンビネーション、素晴らしいコンビネーションを見せました。予告した通り、はい、これで終わるのか。右ミドルで相手のボディに意識を集中させておいて、ハイキックですね。いや、速さもありました。また軽く持っていった。そしてこの膝が危険だ。首を掴んでどうしようというんだ。フライ、トドロフが膝を掴みに来ました。軽くこの辺のもうエスケープは完全に自分の戦いの内側に入ってますね、はい、自分のものになってますね。さっきの左のハイキックはですね、相手の背後から来るような飛んできましたからね、見えないんですよね、はいはい、あ、追い詰めていきます。かなりのプレッシャーでしょう。後ろ蹴りを見せたんですが、これはかわしてタックルに行っています。後ろを掴んだんですが、エスケープです。ブレイクですね、ブレイクですね。フライは65年の5月2日が誕生日ですから、もうすぐ30歳ということになります。
30歳とは思えないやんちゃぶりですけどね。はい、まあその辺をねぐっと締めていたのがドールマンなんですが、はい、ドールマンがね今日の試合が最後になります。そうですね、まだまだあのオランダ軍団を締めてトレーニングしていくコーチを積んでいくという話はしているんですが、このフライのうまくね手綱を取っておいてほしいですよ ね、 そうですね。さあフライ、この辺りで決めにかかるか。お一回持ち上げましたよ、グッと浮かして左手を警戒したんでしょうね。ああ、トドール・トドロフ、まあサンボでは素晴らしい成績を誇っていますトドロフです。ブルガリア選手権4連覇、それからヨーロッパ選手権で92年に優勝したこともあります。あと柔道ではブルガリア選手権2連覇、まあ、つまり国内無敵の時代があったわけです、はい。あのトドロフのグラウンドは非常にいいんですけども、はいはい、やはりあの打撃に対してですね、あの 下を蹴られるともう下に意識がもう集中しちゃって、ね、上がガラキとかですね、まあ、上もしくはハイキック狙われると下がガラキとかですね、はい、そういう場面がたたみられますね。おりおっと危ない膝だ、遠慮のない膝です。いやどうやらかわしたようですけども、首相撲に対して無防備ですね、トドロフは、はい、ですね。だけどね、まともにはこの膝もらう可能性があります。トドロフ、ピーターさんとかですが、今日はあのオランダ軍は膝蹴りを対応してみたいですね。タックルに行こうというところなんですが、はい、ドラフライン、おお入れ替わったぞ、今日のフライから自分が触ってきましたね、さあ膝を取られている、フライが取られています。いやしかし後ろだ、スリーパーだ、スリーパーが入った、同時にスリーパーだ、すごいですね、はい、いや最近の格闘技界の主流になっています。よくね、はい、あのブームといいますか、こういう形で試合を決めるパターンが多いんですが、ニックライマー今いいこと入りましたね。良かったですね、今のあのグランドの引き込み方なんかすごい良かったですよね。コドロフをなんと鮮やかに後ろに回り込んでスリーパーで決めました。どれぐらい調子のいいフライがですね、これはジョイジンでも面白いですね。そうですね、なんか隙がなかったっていう感じですね、今日ね。いい感じでランキング6位、さすが6位といった感じを見せてくれましたディックフライ。一方トドール・トドロフ、気の強さだけはちょっと負けないんですが、ちょっと苦しいか、今のスタイル改良の余地がありそうです。
いない時にはいつもこの人が軍団を束ねてきました、ハンス・ナイマン。おそらくこれからはもっともっと兄貴分らしい風格も出てくることでしょう。ランキング3位は伊達じゃない。今名実ともにハンス・ナイマン。第4試合30分一本勝負となります。赤カコーナー185cm 103g リンクジア ご指定バックハンス・ナイマン。さあ第4試合なんですが、熊久保さん、はい、今初参戦のバクーリがですね、はい、これレガーズをつけてこなかったんですね。そうですね、まあ、自分はグランドの選手ですから、あれは必要ないと思ったでしょうね。まあ、慌てて気がついたスタッフが吐かせまして、今紹介されましても椅子から立ち上がることができませんでした。リングスグルジア、ゴキテゼ・バクーリ、そして今ボディチェックを受けているのがハンス・ナイマン、ランキング3位。このところめっきりその風格といいますか出てきましたね。そうですね、本当ドールマンの出場です。オランダへ2人おーといきなり内側からのインサイドからのナイマンキック。当然バクーリはタックルに行くでしょう。アトランタオリンピック出場は確実視されているという強豪です。昨年の世界選手権準優勝、これすごいですね。グレコローマ89年では100キロ級同じクラスで優勝してるそうです。はい、まあすごい選手来ますね。びっくりしました。これ体重差7キロあるんですけども、ナイマンの方が一本強いって感じでしたね今のは。びっくりしましたね今の。そして今肩固めですか。いや豪快です。もう一回ちゃんとプロフィール紹介しましょう。21歳です。89年オールソビエトレスリング、まあ、グレコローマンスタイルなんですが100キロ級で優勝、そして昨年世界のグレコローマン選手権でフィンランドでやったんですが優勝、準優勝しています。ゴキテゼ・バクーリ。ちょっとナイマンのコース変わりましたね。変わりましたね、確かに。戦う時も睨みつけたんですからね、こんなこいつあるんですね。バクーリは昨年の3月ハハレイシュ・ダビッドと のエキシビジョンマッチに出場した選手です。身長185cm、 ナイマン187cm。 さあ、おっとこの辺もうまい裏を取りました。グレコローマンです。あった。あった。これどうするでしょう。どうするでしょう。投げる投げる。足が引っ張れる。ハンス・ナイマン。パワーありますね。グレコローマンレスの選手はもうすごい力ありますからね。まあレスリングには2種類あってフリースタイルとグレコローマン。はい、フリースタイルはまあ。下半身も狙ってっていいんですけども、グレコは上半身だけで戦う。おっと、切れた感じですね。スタイルです。非常に。この辺は免疫がないかもしれません。そうですね、やはり内面ないですよね。あ、ナイマンすごい顔してます。さあ、ちょっとフェイク気味に、フェイント気味に足を出していきました。この辺測っていきます。軽く持っていく、タックル。早いぞ。バクーリ上手いですよ。その右にです、左にですね、構えて書いてですね、タックル入る危険狙ってますからね。さあ、また今朝固め、いや手も絡めていたようですが、まあハンス・ナイマンが試合前に言っていたのは、多分相手は当然グラウンドに来るだろう、なるべくロープ際にいたいと、はい、でまあキックとパンチ距離を置いて戦いたい。あー、ローだ。これ強烈です。これローキックですけど、ディフェンスできないと、もうすごい体力わけですからね。ちょっと弾薬に対する免疫がないって感じですね、これは。ディフェンスを持っていないとちょっとバクーリも危険です。まあそのレスリングとしてはもう
かなりの実績を持っているバクーリですが、何しろ打撃系にはちょっと免疫がおそらくないでしょう。初参戦のバクーリ、おっと、さあどうするんだ、これから投げるか投げるか投げるか、フロントスープレックス、おっと横投げになりました。これあのグレコの選手と言ったんですけども、相手をですねこう引っこ抜くようなですね、投げ、これ得意ですからね、ベリートゥーベリースープレックスというんでしょうか、まあ、いわゆるフロント、おお石坂ダウンか、よダウンに取ったらかわした、かわしてダックして入っていきました。ちょっと大金出し弱いですね、やっぱ、そうですね、ちょっとあまりにも無防備なところありますね、はい、その辺がちょっと弱みというか弱みなんでしょうが、魅力的なバックに、おーっとちょうど裏、コトブラコトブラコトブラ、ちょっと深かった、得意のスープレックスを披露できるかこう申し上げたんですが、披露してます。この辺の逃げ方は反省ないが、ビッグフライとともにもう確実に自分のものになっています。これでワンダウン、ワンエスケープというロストポイントになりました、ハンスナイマン。しかしバクーリはすっかり大阪のファンのこうハート使いましたね。使いましたね、いやあのスープレックス気持ちいいですからね、あのバクーリがショートレンジに入って使いますと、はい、おーっと期待がね、そうですね、あります。大阪府立体育会館、こういったサラの選手もドイツに入ってたら面白いですね、うん、そうですね、おっと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 、あーっと画面にもらった、いやおでこのあたりでしょうか、頭のあたり、はい、打撃で来られてですね、あの顔を背けちゃうんですね、怖くて、それがちょっとあの気になりますね、かえって何か危ないとかですね、そうなんですね、今もそうですね、頭をこすりました、おっと、こういうチャンスを生かしてくる、非常に大きな世界に勝ちましてしまつけましたね、はい、確かにディフェンスを持っていなかったら、はい、ナイマンの、ね、キックはちょっと恐ろしすぎますね、はい、でもあの魅力的ですね、いやこの選手だと強くなりますよ、これ、このリングスタイルでも、はい、あの打撃のディフェンスさえ覚えて、はい、あのタックのタイミングですとか、はい、あの覚えればですね、かなり上位まで行くと思います。そうですね、はい、あのマーイヤー、あるいはそれをダッキングやウェービングでかわすことだけで今しのいでましたけども、はい、ディフェンスね、ブロックとか覚えたら結構強くなるかもしれませんね、もうあのスピードもありますし、はい、その力もありますし、もちろん技もありますから、この選手は今後すごい期待で持てる選手だと思います、はい、まあしかしこの勝負はランキング3位ハンスナイマン、リングスタイルに一日の長がありました、敗れましたバクーリ、次が楽しみです。今日のリングス Q&A はこちらのおはがきです、東村山市、東京都ですね、東村山市にお住まいの三笘浩二さんからの頼りです、質問はですね、クリス・ドールマン選手はランキング5位で実力もあり、まだまだ選手として、勝つことができると思うんですが、なぜ実力があるのに引退してしまうのでしょうか。今までのリングスの試合で一番印象に残っているのは誰との試合でしょうか、ということなので、こちらにですね、ドールマン選手に来ていただきました。こういうおはがきをいただきました。I decided to retire age 50 because I cannot go on forever. Many fighters retire age 30. Some of them retire age 40 and I retire age 50. Not because my body cannot fight anymore, but it is just because
I want it this way. I think 50 years for me is good age to retire, but not only competition. I keep on fighting and I keep on training and keep on guiding the fighters. はい。それからですね、今までのリングスの試合で一番印象に残っているのは誰との試合でしょうかという質問もあります。これはどうでしょうか。I think 2 years ago when I won the semi-final of the tournament when I beat Mr. Maeda. 今回の試合では当初は山本選手とのはずだったんですけれども、怪我のため相手が変わってしまいました。このことについても一言お願いします。I regret very much Yamamoto is injured and I regard Yamamoto as a very brave fighter and it was my wish to fight tonight Yamamoto summer jacket match and to make revenge on my lost fight last year. 今日ご紹介させていただきました三苫浩二さんのおはがきに対しまして、三苫さんにはですね、こちら今回のパンフレットに直筆のドルマン選手のサインをしていただきました。これを送らせていただきます。どうもありがとうございました。そして皆さんからもですね、まだまだいろいろなこのリングスの選手に対しての質問、疑問などを応募しておりますので、こちらの方に、お寄せください。お待ちしております。青コートよりバルクハン選手の入場です
今日の第5試合注目の一戦、ボルク半対成瀬正幸です。熊久保さん、はい、この2人実は93年10月福岡のトーナメントの1ラウンド1回戦でね、はい、対戦していまして、成瀬選手その時カウント8のダウンを奪ってるんですよね。はい、はい、ですね、今回はですね、力でも技でも前回とは比べるならないと、前回とは違いを見せますよと言ってましたね。かなり張り切っています。ちょっとヘアスタイルも変えてみました。成瀬正幸、あれ何か意味があるんですかって言ったらですね、全く何もないです。手入れが楽だからって言ってましたけど、なるほど、おっと、はい、ハイキック。さあ関節の鉄人ボルクハンにどう挑んでいきますか。懐に入りました。んと、おっとっとっと、危ないぞ、手首を掴んだ、反応パターンだ、おっと、膝のあたり掴んでいます。裏を取るか。成瀬選手本当にショートリンズの戦いのように打ってますね。おっと、すごいですね。アキレスを決めながら、さあどうするんでしょう。成瀬が勝ちますともちろん超ウルトラ大金星、これランキング戦では実はないわけです。つまり成瀬にランキングがありませんので、はい、ですけども、これを勝ったら僕を認めないわけには周りはいかなくなるでしょう、はい、つまり裏のナンバーワンを狙うわけですよ。そうですね、面白いこと言ってましたけども、裏のナンバーワン、相手は格上ですから、その相手の胸にですね、借りるつもりでやるのかって聞いたらですね、そういう言葉僕大嫌いなんですよと。なるほどらしいですね、勝ちに行きましょうって言ってましたね。スタンディングの状態、アキレスはまだ完璧には決めていません。何をしようというんだ、また先か、レッドスプリット、そしてアキレスだ、いやヒーローホールド、なるほど選手読んでましたね。ヒーローホールドはありません、自打十字だ。いや展開、今よくハン使いますよね、はい、成瀬選手はそれも待ってましたよね。そうですね、対応対応を考えてましたね。ちょっとハンにしては入るのに、ね、時間かかりましたからね。そうですね、成瀬に余裕を与えてしまいました。4月20日山本のバイトゥード参戦、あれが自分に気持ちに火をつけたと言っています。いい刺激になったでしょうね。バイトゥードに出るっていうわけでもなくて、自分のファイトに対しての火をつける。ローリングスタイルでいきましたが、あまり我慢はできないですよこれ。サブミッションきちっと決める技ではないんですが、完全な痛め技はきついと思います。飛ばしてますね、はい、成瀬が、これは熊久保さんもね、気になったと思いますけども、間合いの取り合い、主導権の取り合いになるだろうと読んでたんですが、なんかそんなような感じあります。首離しません。しかしなんか今日ハンが力強く見えるというか、すごい簡単に投げたりこう、したんですね、成瀬選手は。タイミングがいいんでしょうね。締めを緩めていたんです、そして足で奪い返しました。うまい逃げ方しました。また嬉しい逆十字になるか、どうだどうだ、頭を押さえつけながら、さっきはうまい切り方を見せましたボルクハン。本当に気合入ってますね、あっと切れた切れた、危ない足の先まだだいぶあります。またさっきと同じだ、完全に研究してますねこれは。一回早く早く、一瞬ハンが何なんみたいな感じこうなりましたね今。はい、はい、緊急してますよこれは。はい、あの状態でまずハンは間違いなく寸分狂わず逆十字の体勢入るんですけども、はい、ちょっとずれてずらしてるんでしょうね、ダンスの方がね、はい、体を揺すってですね、その隙間の相手の締めを緩めてるんですね、おっとおっと、この辺は当たりません。はい、引っ捉えたぞ、危ないぞ、カプチュードみたいな形、いやいや違う、膝十字入ります、
シンプルな技を出しました、ボルカン。今ね、ですね、あの成選手のですね、狙い良かったですよ。あの首相撲をですね、やって、あの膝をやると見せかけて、あのすごいショートリンジでのハイキックを出したんですよ。まあ、ちょっとあのスピードがなかったですけども、今の技は極めて面白いですね。ああいう技少しいませんかったね、リンジ。前払ってきました、バックブロー、当然朝廷のバックブローです。アキレス天断ホールド、これもやっぱりずれてるようです。当然ナウセもフョードルフコーチからいろいろね、テクニックをマスターしてるでしょうし、そうですね。でもただ研究してますよ、これは、一つ一つその成果が現れてますよね、技の開始から一つ一つに。あるいはウルトラ金星が今日乱れるか。ボルクハンというのはあの、まあ、ここまで25勝7敗なんですけども、6連勝というのはないんですね。今5連勝止まりなんですよ。ああ、まあ、おっとベースロックか、あるいはスリーパーなのか。首を締めます、スリーパー組に入っています。これはまだ不完全、不完全、足を伸ばしました、エスケープを取りました。ボルカンからエスケープを取っています。これでエスケープ一つずつ。今日したがって、先ほどの話、ボルクハンが勝ちました、初めての、まあ、6連勝ということになります。今まで5連勝というのは3度経験しているボルクハン。成選手にとっては、まあ、気持ちのいいあれですけどね、あの材料ですけどね。さあ、まあ、そう甘くはないと思います。出ますよ、お足を絡めた、あ体重で首潰していきました。これは、首取られてたんですね。腕ですか。あ、そうです、はい、失礼しました、これでナルセがエスケープを重ねまして、2つですからワンダウンになります。いい試合を見せています。ナルセ、ナルセが検討していると言った方が当たってるでしょうね、今日は ね、 そうですね、はい、ここまではハンも余裕を持ってこう間を作るようになりました。ちょっと見てるって感じですね、ちょっとそんな感じです。ハン打ったぞ、後頭部を打ちました、ランキング1位のボルカン。ハンもちょっとおっと、ハンに対して腕試技。さあどうだ、ハンはうまい切り方を見せました。さあどうやって切るかですね、ここから。ちょっと力を持たせるですね。足取られましたね、取ったのか入れたのか。あー、引きずり込んでいく、引きずり込んでいく、これはハンの手伝ってきますね。リストロックではないですね、単に腕を2つ持ってただけです。またまたザキだ、レッグスプリット、これどうするんだ、おー珍しい、シングルのボストンクラブ見れるかというところだったんですが、そうですね、成選手、ハンがですね、その技を決めに入る瞬間を狙ってですね、体をひねったりですね、回転させたりして技を外していきますね。はい、ハンに対してヒールホールド今かけてましたね、成瀬正幸。8人計算、8人計算、はい、おー、遠い、遠い、外、なっていた、なっていた、いや、聞いてない、この人入ってない、焦点は有効だ、そのハンも来るんじゃないですか。そうですね、つけてくるかもしれないですね、今ちょっと前を、あ、でもダメージを負ったんでしょうか。はい、スタンディングの状態でちょっとこう間を作るようなところが見られました、ボルカン。さあここです、ここから行く、ハンが投げるか、ハンがアウト、抜けましたね、ハンがちょっと投げ、おお、後ろ取った、後ろ取った、さあスリーパー入る、これチャンスかもしれませんよ。体をひねりながら、いやー抜けます、決めることができなかった、あ、足を取ってます、足を取った、腕しぎだ、自分がロープを添えながらの腕しぎ、これで成瀬のロストポイントは2ダウンになりました。ダウン自体はありませんが、エスケープを重ねて2ダウン、成瀬正幸です。成瀬選手は
逃げ方うまいんですけども、あれ、ね、攻めないと勝てませんからね、ここは、あのボディになってきたところですね。ここからですね。おっと、政権か。アームロックからまた先ほど見せたような感じで入ってきます。おっと、うまい具合にディフェンスしている。ハンナディフェンスしている。腕を伸ばす。まあ、いわゆる、まあ、アームロックなんでしょうけども ね、相手の上に乗りながらディフェンスしてきた。まさに関節の鉄人、完全となるそのそれに立ち向かっていきます。これは見せ技のようです。ここからあの手首取られて、あの腕を決めながら投げるというのが怖いですね。これですね。このパターン、よくあるパターンです。しかしみんなボルカーのビデオを見てますから ね、奈良選手は本当研究してますよ、これは、はい。からどうやって進むんですね。そうですね、こういうポジションを取ったんですから、今までにない感じ展開になっています。ハンはちょっと休んでるような感じでしょうかな。ーーあーっと、後ろからのスリーパーだ。これですね、あの選手の両足をですね、相手の足に絡めて動きを止めればいいんですけどね、足に絡める。そうです、足に絡めるんです、はいはい、上から締めていきます。ゆっくりと動いている。あ、この辺は身長差もあって体重差もある。ハンがうまい具合に逃げていきます。ちょっと今余裕のブレイクでしたね、北沢レフェリーブレイクを命じました。拍手が湧き上がります。大阪府立体育会館。はい、先に仕掛けろ。ハンが徐々に何かこうゆっくりとでありますがプレッシャーをかけ始めるような、そんな目つきです。ボルカンに分け止めをかけないか。2度金星は近いか。クルックのような形で首も決められてますし、これはやっぱり強い。新しい技を見せました。ランキング1位ボルカン、なんと表現するでしょう。本部困ってますね。ネックロック、ネックロック、まあ、足で固めてますからね。確かにネックロックであります、はい、難しいですよね。そうですね、まあ、あの研究してたんですけども、最後はやはり新しい技、まあ、新しい技を出した、はい、選手もあの成長ぶりも伺いましたけどね、はい、初めてボルクハンが新しいサブミッションを見せてくれました。まあ、複合技であります、はい、レックロックで成瀬正幸健闘を及ばす、シードを受けていますボルクハンです。吉田君、思ったよりの苦戦でしたね。そうですよね、はい、すげえ勝ちたかった試合がやっぱこうで勝てないっていうか、それとやっぱ落とせない試合なんか落としちゃったって、ね、いつもなんか 100万倍悔しいですね。途中いけるって思ったスバットが入った時にいい手応えだったんで倒れると思ったんですけど、あいつ倒れなかったので、最近思うんですけど、やっぱいろんなもう30を超える格闘技者ってやっぱ僕らの練習してる期間よりも倍以上の格闘技の経験あると思うんですよ。やっぱりそいつらやっぱり任すっていうのは人の時代はいかないっていうか、この前もなんか思ったし、やっぱなんでここで普通だったら落ちるのにとか、普通だったらここで倒れるのにって時にさすがに倒れないところを見ると、やっぱりまだまだ今時の年よりも上がれやるなって感じですね。そう、やっぱ簡単にはこういい格好させてくれないですね。
極真会館でね、はい、コンビで、タリエルは結構ずっとコロコロ積んでいま す, そうです、ね、もう毎日勝ったそうです、ね、この試合が終わって帰国するそうですね。そうですね、あの前回の来日からずっとどんどん滞在して、あの極真会館ですね、毎日ですね、はい、あの2回稽古出たらしいですすごいですね。前田道場にも顔を出したそうですね。さあ、はい、ミドルキック前田明、前回はタックルが功を奏したけども、今回はそうはいかないだろうなって前田明が言ってました。おっと、そのタックル読んでますね、やっぱ ね, ましたね。2人の差が、この前田選手も重たいんですけども 25.4 キロ、タリエルが重たいんですよ、メートルですからね、 132.4 キロ、まさにグルジア山脈大津波。今一度前田にかぶさっていくか、うんとタックル離さない、
バラヒート取れないですね、ラグビーで2タックルになりました前田明。私たちが前田選手に話を聞きに行ったとき、一番気をつけるのは連打を、ね、はい、食わないことだと。そうですね、ボディにですね、突きをもらうと、もらった分だけですね、やはりスタミナロスしてきますね、はい、おっと、はい、この辺は倒してます、倒してる、倒してる、この連打、この連打を食わないように、まだ正規は出していない、前田の人を返していく、強烈な上に出した、そして連打、この連打、すごいラッシュだ、すごいラッシュだ、一番警戒したことやられてしまいましたね、コーナーに詰まってもらうという、嘘だろ、勝ちました、いやーヒヤヒヤです。ロシアでの大会にまず出て、そして秋ぐらいですかね、はい、世界大会に、ね、出たいというこのタリエフです。極真で、そのためこの拳を磨いてまいりました。タックル、リングスでも極真でも、もうナンバーワン狙うという野望を持ってますからね、タリエフは。まあしかし、その三歩の技においては、サブミッションにおいては前田のがやっぱり上だから、自分はこの磨き上げた空手のね、はい、動きで行くんだと言っていましたビターゼ・タリエル。まあいつの弱点をそのオート伸びた、ああこの辺は長身有利です。いやもうタリエル落ち着いてました、ロープの位置をちゃんと確認しましたからね、触った瞬間に、はい、この辺もエスケープを有効に使っていきますタリエル。ランキング戦、これタリエルが勝ちますとランキング2位に躍り出て、前田は3位に下がるということになります。左の正拳、左の胸のあたり、おお危ない危ない危ない、膝を落としてきました、いや肩を落としてきた、さあこの首はどうだ、首狙いだ、足が届く、ね、足が届く、迫力があります。前回の対戦8分57秒レッグロック、前田明が勝利を収めてナンバーワンの座につきました。これが2回トーナメント、第1回はご存知のようにクルスドロップ、あっ聞いたのか、来ましたね、ボディ来ましたね今ね。いやですね、先ほどからですね、前田選手がね、あーっと、ボディですか、後頭部ですね、この後は。ああ、そうですか。十分カウントを使います。しかし危ない危ない。ちょっと前田選手、タリエルのプレッシャーに押され気味なところありますね、打撃に入ると。前田ダウン2回目。さすがタリエル。体のツヤがタリエル、やっぱり練習してるだけあって、すごいですよ、いいですよね。そうですね。でも動きも軽いですよね。そしてこのナチュラルな体っていうのは魅力的です。最近初めてマシンでのトレーニングを覚えたと言っています。おっと、さあどうだ、さあどうだ、今朝固めの状態まだ不完全、いやそれからどういう一個だ、クルクイーンでヘッドした、これきついぞ、首を折りかねないこの足の力です。タリエルですね、腕ロックして腕を閉じないようにしてますから、はい、まだちょっと余裕があるわけですね。ブルックヘッドフィスターズ、今自分のですね帯を持ってですねディフェンスしてましたね、うまいですね、なるほど、揃っていました、目線を向けて、おー食べない相手の回し蹴りに合わせてのハウような蹴りですね。なかなか192センチの男はこういう男を蹴り込んではありません。危ない人、危ない、ダウンではない、さあ足首を取った、足首狙いか、足が膝中心に入りました、うわ逃げる、引きずって逃げる、いやー決まったかと思ったんですが、ずるずるっと引っ張ってきました、危ない、見せ技です、またまたロープに喜んだ、これが一番良くないパターンだ、前田君、おっと腕を取ってるのか、取りに行きましたね、トレイルが、前田の膝、前田がまたスリーパーに入る、スリーパーに入った、さあ今度はどうだ、まだ完全か、天下目は捉えてる映像はまだ完全のよう、この服
両手でこれ、そうですね、ガッチリ。入りましたね、ゴージュスリーパー6分25秒こうフェイントでフェイクで気を抜いたような感じで、そうですね、その時に逆の腕を刺したんですね、はい、うまい入り方をしました。うーん、ビターゼタリエル、今回も大津波前田に襲いかぶせることはできませんでしたが、そのやっぱり迫力というのはこれでは十分ですね。そうですね、まあ、時間は短かったんですけど、意外と前田選手苦戦した内容でしたね、はい。ランキング上位の前田明が勝利を収めたため、ランキング2位前田明、ランキングの色はありません。ビターズタリエルはランキング9位、まあ、前田選手の際はもうこれしかないって感じですからね、フリッパーは、はい、渾身の力込めて締めましたね。公式発表6分25秒あらかじめ前田明がビターズタリエルを下しました。しかし苦しい一戦、前足のアウトの方にアウトに回るようにしたんで、なんかアウト丸振りしてパッといったりとか、手をかっていったりとかしたんで、すいません。あとなんか、割と寝技は今日すごい警戒したみたいで、特にタックルに警戒しすぎて、なんかこう、本来のタレルのなんかパワーがもしかしたら出てなかったよ。ただタックル来た時に動こうっていうんで、なんか体重乗せたら突きの仕方ができなかったというか、そういうのだと思いますね。まあ、駆け引きだけど、途中中盤にはこうやって揉めた時、バッと右の膝出したらうまいと、彼の後ろ三枚と前、ちょうど脇の左の脇のね、前三枚にちょっと横ぐらいのかな、当たって、まあ、それまでなんか割り玉に接近シンプルなとこで、なんかかなり山本効果というか、え、山本効果というか、そうだね、だから相当刺激になってるような動きがあったんですけどね。そうだね、だから山本っていうか、まあなんかちょっと、まあみんなだら自分の、まあ、調子もちょっとよくないっても分かってくれてるし、それの分でまあ機会あるんじゃないですか、やっぱりなんとかしなきゃいけないっていうんで、なんでこれ、特に今年なんかもう年頭入ってパッと2連敗して、で割とも内容も吐けて全然いいとこなしって感じだったし、そういうのもあったし、だから割と道場とかでもやっぱり自分の体の動きとかやっぱ見てるからね、そういうんじゃないですか、やっぱりなもう自分が何とかするんだっていうのをみんな失礼せよ、そういう気持ちなんだけどさ。お疲れ様でした、これからはそうですね、わがままなオランダ軍団をこれからもまとめていってですね、今度は裏方として頑張ってください。どうもお疲れ様でした。 I'm very grateful for what Mr. Dolman did for me the last 5 years and I want to thank him for that and wish him good luck and his family. Я думаю, что также достойно, чтобы он продолжал дальше жизнь свою и желаю успехов. Он, в принципе, молодой человек, и я думаю, что еще может
надо много работать. Ну, желаю успехов в жизни, радости, счастья и, как говорится, не останавливаться. いつも、ドルマンさんとはオスという言葉で挨拶を交わしているんですが、まあ、オスの精神で、お疲れ様でしたということで、これからも、リングスのために、力を貸してください。よろしくお願いします。Great good luck for the rest of your life. Во-первых, я горжусь, что я встретился с этим выдающимся спортсменом Крисом Долманом. Для меня не имело значения, выиграл я, проиграл. Я рад, что я с ним встретился. Это был пример для молодежи, для спортсмена, который выступает в рингсе, для всех. Это спортсмен великим именем. А сегодня действительно он уходит из спорта. Я хочу пожелать ему крепкого здоровья, прекрасных воспитания своих учеников, чтобы он готовил таких же выдающих спортсменов, как себя. Мир для его дома, всего-всего самого наилучшего. Chris, a lot of luck in the future for you and your family. クリス・ドールマン引退試合です。第7試合
クリス・ドールマンはこのコスチュームで幾多の名勝負を繰り広げてまいりました。その着慣れたサンボのジャケットを着込んでの試合です。一方ヨーク・カステル、こちらリングソーラウンド初参戦なんですが、こちらは普通のファイトスタイル、いい表情をしていますクリス・ドールマン。さあ最後の試合開始のゴングが今打ち鳴らされました。コンビネーションを使いながらヨーク・カステル攻めていきます。まあ、この人はこの体を見て分かるようにアームレスリングの ね、ワールドチャンピオン、チャンピオンですね。いい顔してますね。まあ、この試合山本選手の代役でありながらこの師匠の最後の対戦に選ばれて名誉であると言っています。190センチ120キロ、体だけを見たらそのまあ、いろいろな見方があると思いますが、その姿形だけはフライよりもかなり、はい、いい肉付きですね。そうですね、黄色の時も言ったんですけども、タリエルと比べるとですね、比べても肩幅が広いんですよね。そうですね。まあ、2月19日アムステルダムで行われました大会では、当初前田選手の対戦後にドールマン選手が押してたらしいですね。それだけの実力を持った選手だということです。その選手をわざわざ代役にドールマンが選びました。クリス・ドールマン、第1回リングストーナメントの覇者、セミファイナルで前田明を下しています。膝固め、そしてファイナルではフライブレッグロック。さあアキレスか、よっ、組みに行きます。この試合の前ドールマンのインタビューもご覧いただきましたが、ネバーギブアップという言葉を送ってくれました。そして残る試合もやはり前田戦なんだ、はい、まあ、当然ですね、1回目のトーナメントを覇者、はい、倒したその時にセミファイナルですけども、はい、前田戦ったわけですからね。美濃政権、サンボのジャケットを着て戦うのはちょっと意味深ですよね。そうですね、これが本当の本当の最後の試合です。オランダでもオランダでのその最後の試合を前田明とともにこのジャケットマッチで飾っています。その時は前田明をヒールホールドで、失礼、腕試技逆十字固めで下しています。ドールマンの打撃のコンビネーション、まあ、最後の試合ということでドールマンファミリーを連れてきています。お子さん2人、そしてご婦人、放送席の後ろにその皆さんがいるんですが、パパあるいはクリスという声が飛んでいます。おっと、顔狙いから下、おーとバランスを崩しました。力ありますね、力ありますね、はい、アムレスですからね、引く力とかですね、はい、強いと思いますよ。まあ、勝敗の行方もさることながら、まあ、こういった変則的な形、しかもドールマン最後の試合ということでね、いろいろな見方があると思いますが、どうやって最後の、ね、瞬間を迎えるかっていうのがまた一つの楽しみでもあります。そうですね、勝利を収めてほしいと思いますね、はい、ドールマンコールですね、はい、あードールマンコールです。大阪ウリス大会館、非常に温かいコールです。50歳2月17日50歳を迎えましたクリス・ドールマン。66年ヨーロッパ柔道選手権優勝を皮切りに、71年オランダ柔道選手権優勝、84年から85年サンボ世界選手権優勝など、オランダをまさに代表する柔道家サンビスト、その他パワーリフティング、レスリングでも優勝しています。前田明の姿勢に共鳴し、リングスオランダを設立しましたクリス・ドールマン。ロントネックロック、ヤンスプレックスするのか、潰しに行きましたね。今までドールマンと戦った選手にみんなに聞くんですけども、まるで石臼のように重たい、はい、このように乗っかられた時はもう一番その重たさを感じると言っています。さあ、膝固め、膝固め、おーと首をぐーっと持ち上げます。これで何人の選手を倒してきたことでしょう。まあ、長いキャリアの中でリングスでのキャリアというのは、まあ、ほんのわずかと言っていいでしょうね、はい、91年5月が旗揚げ戦、そこから数えて16戦13勝3敗、ドールマン17戦目が最後の試合です。その前にはいろんな格闘技を体験して、あれですって重ねてきたわけですからね。そうですよね、総帥と呼ばれたこともあります。
赤鬼と呼ばれたこともあります、ベストオールマン。試合の時にはもう表情は全く別人の表情を見せるいつものクリス・ドールマン。ドールマンもですね、はい、戦いながらやはり考え深いものがあると思いますね、はい、さあ首に行きます。膝をグーッと押しまして裏を返しました。エスケープです。まあ、もっと深く言えば日本に姿を見せるようになったのはあの UWF の時代ですからね。大阪球場、そうですね、はい、大阪球場、今回は大阪府立体育会館、まさにその並んだ会場ではあるんですが、それも何かこう意味深です。前田明選手と素晴らしい熱戦を展開したクリス・ドールマン。ヨープカッセル、まだこの打撃のあたりではもっともっと勉強しなければいけないという感じますね。スピードないですね、まあ、力はあると思うんですけど、はい、その力をどう生かしたらいいかというのはまだこれからの選手だと思いますね、はい、92年アームレスリング世界選手権優勝の実績を持ちますスーパーパワー、ついにこのリングスマットにデビューしたわけですが、2年前になります、リングスオランダのスパーリングを見て自らドールマンに弟子入りを志願したそうです。以来ドールマンにいろいろな技を教え込まれました。ちょっとカステルがですね、ドールマン の, そのプレッシャーを されすぎます、過ぎてますね、そこから何を決めるかが楽しみですね。ドールマンも最後の試合何かこう楽しんでるというのあるかもしれません。そんなドールマンではないのか。さあ始めがる決めた、貫禄の勝利ですね、リングスでの17戦目ロッキーの勝利かかりました。最後の決め技はちょっと目の当たり血が見えますがネックロック。クリス・ドールマン引退です。最後まさに余裕の勝利って感じですね、はい、いや本当に何かこうお疲れ様という感じですね。そうですね、はい、そういったぐらいですね、まあ、言ってもしょうがないことかもしれませんが、願わくばそのリングスの、ね、山本選手とジャケットマッチを最後にして欲しかったという気もしますが、はい、山本選手右目下の骨の骨折のため、はい、この試合はなりませんでした。さあクリス・ドールマン、この後準備ができましたら引退のセレモニーが始まろうという大阪府立体育会館です。
社取締役編成局長桑田玉松様より記念品の兜を贈呈いたします。初めて試合をしてその時の彼の姿を印象的に覚えています。その試合終わった後の、一緒に食事をした時に自分もオランダで UWF のようなもの当時の UWF ですね、だからそういうような自分たちの若い仲間たちと一緒にできるようなものをやりたいと、なぜならば自分たち の、 国にいる若い人たちはバウンザーという職業しかなくて、いつも危険な目に遭っている。でもこのようにみんなに尊敬されるプロのスポーツがあると彼らにとっても幸せだし自分にとっても幸せだ。でそのためにお互いに協力できないかっていう話を聞いて自分はすごい感動した覚えがあります。そしてその後に、オランダに行きまして実際に一緒にやろうということでいろいろ話をしました。いろいろ思い出すことあるんですけど自分たちはもう試合というよりもなんか彼のと話した、言葉会話の中に一つ一つになんか思い出があります。その時もなんか自分はできる約束は できると言うけどできないことはできないと正直に言うしかない、自分にはお金もないしそういうようなバックに強い力もない、だからもう体一つでやってるんで自分にできることはオネストっていうそれだけだって言ったら彼は自分もそうなんだ、だったら君とは一緒にやってくるだろうとよろしくね頼むっていうのをそういう聞いてその時もなんか本当にホッとした気持ちがあります。去年も12月に自分の最後の試合終わった時に、2人で話し合った話で、世界に行って出ようじゃないか、最後にはアメリカを征服しようっていう話をなんかこれから二人の共通の夢として受けていただきたいと思います。でとりあえず今ヨーロッパがなんかすごい彼らの努力のおかげで火がついてますんでお互いにいつもパートナーシップで頑張っていきたいと思います。よろしく。お疲れ様でした。それでは very sad day today for me to retire. But someday you have to stop fighting. You cannot go on forever. And I had
very nice time working four rings and with rings before. I was many years amateur, but I liked very much fighting and working together with Maeda and rings. And I have such a sad feeling, but I don't stop fighting. I will keep on training and coaching and bringing the fighters to Japan. And maybe in the future we conquer the world with rings, which is the best fighting style in the world. And I have one message for the young people. Keep straight, keep fair, and keep strong, and never give up. Thank you. セレモニーもご覧いただきましたけれども、はい、どういった感想でした？そうですね、やはり悲しいですね、ちょっと寂しい気がしますね、やはり本当に今は本当にお疲れ様でしたと、ね、はい、一言言いたいですね。はい、はい、先ほど実況の中ではドールマンのこのリングスでの成績14勝3敗とお伝えしたんですが、これ熊本さん、私オランダで の, ジャケットマッチ、はい、ありましたね、前田選手がね敗れたやつを数えてなかったんですが、これは合意のもとですし、当然数えるべきですね。そうですね、やはり公式戦にするべきですね、はい、ということでドールマンリングスでの全成績は18戦15勝3敗とさせていただきたいと思います。さあ、それでは今日、時間がなくなってきましたけれども、振り返っていただきたいと思いますが、どの辺が印象に残ってますか？はい、そうですね、選手で言えばですね、高坂選手、永井選手、ゴキツズバクーリ選手、この3人、はい、非常に良かったですね、はい、なるほどね。前田選手はどうでしょう？そうですね、思ったよりですね、前田選手の動きが良くなかったのはちょっと気になりますけども、はい、うん、次のあれに期待したいですね。次は楽しみなわけですけどもね、はい、次は初対戦ですね、ズエフと、はい、こちらのグランドの攻防がですね、気になると思いますね。前田選手もこのところずっと際どい強い相手と続いてますね。そうなんですよね、はい、試合内容もですね、かなり本当際どい内容が続いてますんで、このところどうかなって感じしますけどね。鹿児島ではズエフ、はい、これも楽しみです。熊本さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺で大阪府立体育会館よりお別れしたいと思います。ごきげんよう、さよなら。次回のリングスは5月20日土曜日、鹿児島アリーナにおいて開催いたします。ご期待ください。ワウワウをご覧の皆様にプレゼントのお知らせです。日本スポーツ出版社より発売中のグレイシー柔術の一冊を10名様にプレゼントいたします。宛先はご覧のところまで、5月10日の消印まで有効です。また番組に対するご意見ご感想もお書き添えください。おはがきお待ちしております。
ティングネットワークリングス1995、ワウワウご加入の皆様にファイティングネットワークリングス1995チケット特別先行予約のお知らせです。今回の受付は6月17日土曜日、有明コロシアムで行われるライジングシリーズ水月有明大会ご覧の6席種です。ご希望の方は5月6日朝9時から東京 03-5952-9911 5952-9911